レベル上げるか。リライトしてーってね。あー痛い、口内炎が痛い。29レベルなんですね。レベル差が激しいな。27の人と29の人がいる。主人公もちろん27レベルだよ。速さが低すぎて使い物にならん。どうやったら主人公挽回できるんやみたいなレベル。どないすんねんこれ。この塔で何回リライトしてんだろうな。レベルアップ。あー君もレベル29なんだ。レベル差が激しいな。痛い。月曜日サボったからな、このゲーム。月曜日サボっちゃった。つまらんレベル上げをせないかんからな。あのゲームもすごいから、何だっけ、セントエルモスの音楽もすごい、なんていう、耳に残るから、船動かしてる時の BGM ね。ディン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 ディトゥンタン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 って戦闘 BGM がもうほんま爆笑するぐらいひどいっていう。レベル上げなきゃいけないし、コインも鍛えなきゃいけないもんな。普通にプレイするならそうせざるを得ないよねみたいな。ひでえゲームだ。常に敵がレベル上だもんな。こ
こっちあげなきゃな。このBGM好き？もう耳に残るね。耳にこびりついてるね。かなりこびりついてますね。いい曲じゃないけどね。いい曲じゃないけど耳にこびりつく感じの曲。テレンテレンテレンテレレレレレレンテレレンテレンテレンテレレレレレレンテレレンテ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 レレ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 そのなんか男の子の格好してる女の子が冒険するタイトル忘れたけど、スクールの BGM 耳に残るよ。主人公育成失敗してるけどな、もう絶望的やで、もう使い物にならん。主人公の成長完全に失敗してるからな、ほんまクソ。もう素早さが低すぎて何の役も立たんキャラになってしまった。どんなゲームやねん。なんで主人公が最初になってるアムっていうの地雷なの。アムっていう精霊地雷すぎるでしょ。ありえんだろう、なんでやねん。ファイアーエンブレムだったら主人公の職業戦士みたいなもんやからな。なんでやねん。いやいやいや、なんでそんな使いにくいピーキーな職業さ選ばされてんのみたいな。レベルアップは難しい。どうやっても、1ステージでレベル1しか2しか上げられへん。ギライトの使える回数を考えたら。ギライトゲーすぎる。平日にこのゲームやるのはなかなか辛い。仕事して疲れてるからね。主人公の凄さが低すぎるっていう。行動順が回ってこないなって。時代時計ですよ。あ、でもだいぶ上がったな。71になってる。かなり速くなったな。いけるんじゃん。まあ、他のキャラみんな90以上あるんですけど。だいぶ速くなったな。主人公の素早さ。テンテレレレレ、テンテレレテレレレ、テンテレレレレ、テンテレレレレレレ。ひどすぎ。速くなったかと思ったらそうでもなかった。主人公今とりあえず素早さが多分伸びやすいであろう弓使いになったから、雷のグラフィックのやつにしてるから多分これ素早さが伸びやすいと思う。戦士系じゃないかな、弓使い色だから。とりあえず30レベルまで上げよう。2回この塔登るから。オルステッドの素早さが低すぎる。オルステッドのいいとこ教えて。オルステッド運が高いかなみたいな。運は比較的高い。以上。こいつボートのずーっとこの職この精霊突きつけてごらん。素早さが低すぎる。素早さが低い、ターンが回ってこないみたいな。お、レベル29 29、28、29、29、29、29、29。あ、ソシャゲだ。ディープスペース。
何の儀式ですか。レベリングの儀式です。あー、レベルは30になった。配信をしながらソシャゲもしなきゃいけない。新しく出てきたスペースに行こう。じゃあ進行こうすか。十何分後にはまた同じような画面になってしまう。またこうディープスペースから帰ってきちゃうから。とりあえず全員のレベルを30に合わせよう。もうこのなんか紋章もらえてもいい、どうでもいいんだよな。金がいるんだよ、金。配信向きちゃうよ、ね、これ違う。この塔登るん絶対せえへんよ。俺も登るん嫌やもん。塔登りとか絶対あれやん、嫌がらせてからもうあれやもんな。なんで塔登る必要があるんですかって。なんで塔登らなきゃいけないんだ。敵のレベルが次のステージ最低30だもんな。おかしいよ。敵のレベル上がるスピード早すぎる。敵のレベルアップスピードが速すぎるんだよ。大会でも勝ったことない。前回混乱して全滅したから。混乱による全滅。RPG あるあるみたいな。レベル上げはもうリライトで上げれるからね。コイン最近鍛えてないからな。だからもうコインの攻撃力の上限190ぐらいで止まっちゃったからさ、やばいんだよね。え、上限そんな低いのみたいな。あ、そうか、せっかく棒上がったんだから覚えさせてもらった。まあいいや、何もして。忘れたわ。あ、間違えた。あー、イスタ。イスタ何してんの俺。あ、ほか。二人にしかかからへんやんけ。ほう。やめたくなりますよ、このクソゲー。あ、でも結果ほら、レベルアップよ。よかった。かわいいのレベルアップ。あー、コナインが痛くてやる行儀。最近はなんか、まあ、またこれ見てないんですけどね、アニメは。あの、グリッドマンとかいうやつが、やたらと、こう、話題に上がってるよねで。グリッドマンってやつに対して、こう、なんか同人界隈の人らが文句言うたり、それについてあり言うたりっていう、すごく不毛な話してた。まあ、いつもそんなもんだよね、みたいな。ツイッターの話はいつもそんなんだよな、って。ということで、まあ、その話は置いといて。まあ、ようわからんけど、ね、ようわからんけど、キャラクター、女キャラ二人がエロい以上、みたいな。アニメ見てないからわかんないし。ほらえ、食生活が偏ってるな。かなぁ。ビタミン C をもっと取るべきなんだろうなぁ。うん。キトーレレモンを飲み出しましたよ、僕は。スーパーって。このね、2箇所にできてるからなぁ。便所の落下切った。エロ画像だけ、ね、エロ画像だけウープしてりゃいいんだよ。エロを語るだけでいいんだよなぁ。議論なんて必要ねえんだよ。口内炎がね、唇のところと口の中にあるから困る。唇のところにあるのがほんとうざい。うん、だから、こう、ね、気になって痛い。
よし、これで君はレベル30レベルか。おめでとう。このキャラ微妙。グリンダムは特撮のやつしか知らんな。中学生のヒロインの子が超ブスだった。特撮か、誰元特撮なんだよね、なんかグリンダムっていうのは。で、今なんかアニメになってすごい話題になってるっていう。まあ僕は、アニメ見てないんでわかんないですけどね。うん、というかテレビを見る機会がなくなったんで、家で。家でテレビを見る機会がほんとなくなったんで、マジで見なくなっちゃった。今まで一応見なくはなかったけど、もう全く見なくなっちゃったからね。今日は、サラダ。サラダと、カニカマと、なんか、ハム。ハムみたいなやつ。ハムみたいなやつ。あとはご飯、あとたくあんとお吸い物がなかったレベル上げるなよ、レベル上げるなよ、アサルギーギリまでやっていく。今日昼飯食べ過ぎたからダメなの。昼飯食べ過ぎちゃった。だから調子悪い。適当にしても大丈夫だ。レベル上げ大変だ。サラダ、カニカマ、ご飯、もっといいもん食べて。いやねえ、そんなに食生活っていうのに気にしたことがないからね。カロリーメイト食べろみたいな。違う違う。あ、あと卵焼きかな。あとはあれやな、豆腐、あれなんていうの、あったかいやつ、あったかいやつかな。湯豆腐じゃなくて、厚揚げ豆腐じゃなくて、何やったっけな、高野豆腐まあいいや、どうでもいいわ。俺の今日食べた晩飯の話とかしてもしょうがないんで、ね。もうテレビがね、うちんくテレビがね、完全に占領されちゃってさ、見れなくなっちゃった。本当に悲しい。だからもうアニメも録画してないし、テレビっていう一つの、まあ、一種の娯楽みたいなのに、ね、奪われてしまったからね。なんか最近テレビ見てない、前以上に見てない。前も見てないのにもう300円以上かかってるとか、前ももともと見てないのに昔もうこと、なんていうの、さらに見なくなっちゃったって感じで、修行僧みたいな。いやいやいや、ご飯はバクバク食べましたよ。ただでさえ、ね、前まであまり見よらなかったらさ、余計見なくなっちゃって、いろいろあってね、家庭事情でテレビが名誉不死神配信者とか、嫌な名誉がついちゃったな。全然テレビ見ない、最悪ですよ。家帰ったらね、いつも前まではさ5時半ぐらいに家帰るんですけどね、そこでちょっとルパン三世とかねしてるから見たりとかしてたんですけどね、最近それすらさせてくれなくなっちゃったからさ、まあ、なんかもう家帰ったらソシャゲしてるって感じになっちゃってなんかなーって。まあ、テレビなくても問題はないんだけど、ちょっと寂しいよなっていう。親と一緒にいる時間が嫌だからすぐ逃げるんだよね。
ちょっと前と比べて落ち着いたけど、ちょっと前は本当ひどかった。今はだいぶマシになって、いえ、もう俺もストレス耐性がついたんだろうな、みたいな。悲しいな。今日暑かったね。話変わりすぎだろって言われましたけど、今日は暑かった。すっげえ暑かった。あー、たった20分でレベルが 3も上がったよ。さあ行くか。この塔ってなんか登った意味あんの？クロマってやつがいるとか話してたけど、ねえ、この塔いっぱいあるじゃん。これ塔登る意味あんの？全部。すべての塔を登ることで何かあるんですかね？僕は登りませんけど。めんどくさいもん。なんでスペクトルタワーみたいなことしてるの？みたいな。ああ。経験値アップ、体力吸収、フレーム防御、 CFDM プラス 20%、 これ強いな。 CFDM、 あれ、あ、そうか、お前まだ0レベルかよ。まあ、ゼネシスでずっと行くか。カシスにね、ボートに戻ってもいいと思うんだけどね、こいつは。まあ、ええわ。素早さ2上がってる。低い。2しやがらん。早いな、133でなんだよ、こいつ。素早さ基地。守備力が HP が少ないっていう感じか。もっと少ない思った。これ仲間キャラ増えない、増えるのかな。それか仲間キャラ何人でいるんだろうこれ。つけろって言われるかもしれないけど、you
ってもしょうがない。100人さんどうせ攻撃できんしな。これを入れたんだけど、ティンティンの魔法を2発といって100人なんかないかな。最後方にしとくか。ディテインって何？混乱を直す。マジかよ。覚えさせとこう。すごいピンポイントでいる魔法やん。あかん、コインが6なんだよ。これだった。いちいち飛びかえなあかんな。主人公1多いな。1700あるやん。無駄に多い HP が。まあでも敵の方が多いんですけどね、HP は。あー。死んだ。疲れた、なんか。全然遊んでないのに疲れたわ。あ、ディープスペースから帰ってきたみたいなんで、ちょっと待ってくださいね。ソシャゲやってる方が楽しいから困る。ソシャゲの方が楽しいと思っちゃう事実、悲しいな。あんなに炎上してたアナムネシスの方が面白いという。このゲーム炎上しようがないからな。火がないから。火のないところになんとかあかんとかっていうし。ここ行ってんのか。あー、この神 BGM 聞いてたら気持ちよくなってくるね。あー、気持ちいい、気持ちいい。あー、行く行く行く。いらないでももらいに行くか。作業的にね。すごい作業。さて、さあセーブしてと。暑、今日暑、めっちゃ暑いわ。暑い。簡単にレベルが上がる裏技。敵のレベルが高くなった、高すぎるんで、この裏技をせんと、レベル上げに超時間がかかる。あー、死んだ。戦闘前に会話ほとんどないよね。主人公以外喋らないね、あんまり。30時間も遊ばされたよ。アイドルと魔法使いが無限な。運プラス 30%、 CFMH プラス 10%、 承認の手、承認の手はどうでもいい。こいつコンティ言ってるからな。あ、いや、適当やろ。30時間も遊んでる。ほんと無駄にしてる時間やと思ってしまうけど、実際30時間以上遊んでるからな。うん、あのゲームオーバーとかになったりしてるから、やり直しを何度か食らってますんで、もっと遊んでますよ、実際。死なんのんかよ、これで。ボリュームのある神ゲー、言い方、ものはいいよって。あいつを刺激するとね、逃げられちゃうけど、怪獣魔法を使う。後ろのやつが来る印象があるけど。
しいんだあの人たち。絶対倒せないもん。魔法2発でも死なないから、ね。31レベルでーす。勝った。全然いかんのやけど。あ、聞くけど当たらん。硬っ。あー、もう嫌になってくるな、この硬さ。お、すごい努力。跳ねごされるやんけ。もう全然集中がつきてないな。全開引く魔法ですね、これは。全開はせんねん。やっぱり地上位かすすぎる。まあ回復魔法を使えすれば回復戦になったけどな。いける。こいつは硬い。この人硬い方やから大丈夫。そいつに狙われる分なら全然問題ないわ。硬いキャラなんで。せーさあ、主人公の攻撃どのくらいで当たる。当たらんすぎるやろ。なんなんかなこのゲームは。全然攻撃当たらんゲームやもんな。敵がね、もう風属性にもうほとんど通常が当たらんもん。絶対命中とかないの。必中の剣とか必中の槍とかが欲しいわ。必中の弓が一番欲しいけど。そうでもないと勝負なんないよ、このクソゲー。え、回復魔法使うの君。あ、持ってんのか。なかなか回復するじゃない。どう来る。攻撃魔法だ。ゼフィンかな。ゼファードか。ゼフィンか。全然痛くないし、カスが効かねえんだよ。あー、やっぱ回復された。もうお前らみんなコイン持ってんやんか。卑怯だろ。みんながコイン持ってるんだけど、やる気なくすわ。このコインゲーいい加減せえよ。こんなにポン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 コイン使えたら楽しくねえんだよ。コイン廃止せよ。廃止せよコイン。ガスがギガデイン。知らんかった。まあ知ってるけど。スコレ。やばい、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 やばい。よかった。君硬いから。この子硬いから大丈夫よ。カチカチやからな。食われ。死んでいいか。
ふぅ、皆様が死んじゃうぜ。ゼファール、多分弱い。この方は弱い魔法や。効果範囲が広すぎるのも考えものやなっていうのを教えてくれ。死ね。死なん。前回こいつの裏切りにやってやられたかな。あー、こいつ、こいつの弾回ってくの早い。あ、バカだなあいつ。バカで助かるわ。敵がバカじゃないとゲームになんないんだけどさ。これで十分。バカで助かる。はい、お疲れ。バカじゃないとゲームにならないからね、これね。やばい、早いよ、敵のターン回ってくんの。この弓使いターン回ってくんの早くない？ターン回ってくんの早いよ、君。早い早い。こいつの中で死んでるからな、絶対。毒やら食い払いやらもうなりまくりや、状態以上に。ペースでなる。あの弓使いさえ倒せばまあ大体安全やな。俺ステップいるし、俺ステップで解決する。当たらないし硬い。なんでこの敵硬いの。今俺青属性になってるからダメ。青だって全然ダメージいいか。ゼネスっていうクラス攻撃力低すぎる。アムで良かったんじゃないかなと思った。アムはアムで弓矢とかブーメランが苦手っていうから。もうアムが一番良かったな。火力あるし、あいつに関しては。ちょっとわからないよ、怖い。よし、前ターンも終わったな。前ターンも済んだな。よし、チャンス。ボンデよ、ボンデよ。さすがおせんの、こうさらなの。ボンデよ、ボンデよ。ははは。はぁ、なにこれ。意味わかんない範囲なんだけど。上のやつに当たる、下には当たらないのか、これ。変わった攻撃になりますね。立体交差のマップはおかしいことになるな。下のやつになったら、まあ合理的ではある。確かに説得力はあるわ。ボンデオで。ダブルボンデオ。倒せん。そう、死ねよ。倒せよ。なんぼダメージいくかわからんねん、このゲーム。予測ダメージが見えないんだよ。見えないんだよっていう感じだけど。ブリスタで。貫通はしない。あかん。あかん。倒せんしととかん。届かない。回復される。絶対回復されるあれ。くそー。回復すんなよ、回復すんなよ。
どこ行ってんのかよ。回復される、やめてくれ、回復はやめろ。あ、攻撃してきた、バカめ。そんな魔法武器痛くも回復もねえわ。痛くないし、全然痛くない。敵の魔法攻撃クソだから、状態以上からまかるのが鬱陶しい。回復される、回復される、やめて。アホで助かったわ。危ねえ。次誰が回ってくるか分からへん。トン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 。あのさあ、こう押しっぱなしにしたら、あ、押しっぱなし？わかりにくいなこれ。止まらないんだよ。デピンディバン、ディバンじゃない。ういびっくりしたわ。あ、命中率低いけど、アクセサリー破壊ってあんた。まあ、こういうのはあれやで。ファイナルファンタジータクチスができたら絶対切れるやつやで。いかんってそういうの持ってきたら、いける。でも問題はない魔法ばっかりだった。あいつでも倒せんな。しらよし、よーし。じゃあ、頭ちゃう、姉子。姉子ナイス。ウィッヒ、当たらねー、絶対当たらねー、しかも弱い。星神ならセーフ理論やな。コイン壊されたら消えるけど。当たった、やるじゃん。姉子いけるやん、40% 当てたで。姉子いけ、おぉ、アレゴ神。アレゴ神。アレゴいけるやん。アレゴいけるやん。これはでかい。アレゴナイス。こいつ硬すぎ。硬すぎて倒せへん。あの抜けないでいこう。アレゴの2打数2安打はでかい。正直3打数3安打やからな。アレゴこれ当ててくれたらでかすぎる。これは素晴らしい、素晴らしいヒット。まだじゃあ倒せんだろうか、倒せんだ、2発打ったら倒せるけどな。ブレン倒せんだろうな。まあほぼ高すぎるもんな。ぜひ姉子に当たる、姉子に当たる。どうせなら弱い魔法を2回カンカーンって言ったら、カンカーンって言ってるか。そのやつに当たらんっていう理不尽さ。この魔法は使えんし、ブレを抜いて死ね。一ターンに2回コインが使えるぜ。田所生え抜きやな。行け行け、当てれるけど弱い。218。まあ戦ってる分マシやな、このステージは。お、いいぞ。通常攻撃は超えられない壁があるからな、魔法という。コイン至上主義の世界では微妙である。4回くらい攻撃できたらちゃうんやけどな。グレース十分やろ。クソザコ魔法グレースで倒しとこう。昔はエースだった。昔はエースの魔法ですよこれ。
要するに、なんだろう、わからん、攻撃魔法が、いや、嫌な、嫌な予感がする。そうそう、ちょっと出るんだろう、すごくどうでもいい魔法。なんだかんだで楽しそうにやっててよかったよ。ほら、まあね、名作ですからね。この一体だけに魔法をぶつけるってなんかもったいないんだよな。でもやるしかねえよな。うわ、当たらんし、なんでやねん。おかしいやろ、これ。当たらんって。あれ、何、安全地帯なんだよ。これ防空壕か何かか、あれは。やられたな。どうするでしょうかね。何あれ。壁があるんだけど。当たらん。橋の下に寄ると当たらんとかいう謎システムやめろ。お前動けよ。倒せねえだろ、橋の下にいたら敵が。あー、アクセル吐かされる。多分デピンだな、これ。やっぱり。すげえな。ありか、それは。それはありか。あ、ここなら当てれる。なんで？え、当てれなかった。なんで？え？え？え？さっき当てれたの？なんで？え？え？ちょっと待って、さっき当てれたよ。どういうこと？あれ？もしよかったら2周目でコイン期待の禁止とか守り1個前の縛り。やりたくないよ。絶対プレイせえよ。何その、罪を。犯した人がやるみたいな縛りやらんよ。こいつどうやって倒すの？魔法が効かんよ。魔法が当てられん。どうすんねんこれ。はぁ、なんで、なんで、なんで当てられないんですかね。おかしいでしょ。懲役刑。本当だよ。懲役相当だよね。意味がわからん。なんで当たらんの。なんで当たらんの。ひどい。橋の下に戻ったら攻撃できん。橋の下はやばい。攻撃できん。なんで。しかない。あーだ、なんか魔法つけた。上に寄ったらガンガン魔法が飛んでくる。ブレン痛くねえ。姉は自分で返すよ。入ったらこれでいいのよ。バケがわからん。早く来いよ。からの攻撃や。おお、当てた。
アネゴすごい。でも倒せんけ意味ないけん、やめとこう、攻撃は。アネゴいけるやん。このステージ大活躍やん、地味に。地味に大活躍してる。来いよ来た、バカめ今年で懲役何年とか、そういうんじゃないんです。あれ今度撃てるようになってるし、どういうこと。この野郎、意味がわからん。なんか下に撃てるようになった。わけがわからん。わけがわからん。ブーリアだったら倒せるけど、ブーリア使うともったいないな。奥の敵がまだいるからな。無番に攻撃するかな。奥にまだ5体の敵がいるからな。水中に残しとかきつい。もっと強いコインをもっと作るべきなんだろうけどね。もっと強いコインをいっぱい作ろう。自分が行くかな、やっぱり。まあこれでもでかいでやな。アーレゴに魔法が飛び交う。回復してあげて。ガルフォ、何それ。うへぇ、600くらった。やべ、めっちゃくらった。600で。大丈夫、アネゴ硬くだから。ん？うわぁ、デピンか、これ。見た目が普通の敵だと思ったら止めてくる動きを。入ってるかわからないんだよな。多分入ってるでしょう。視界が悪すぎる。勝った。だから強いコインじゃないとかなわん。もっといいコインがあればブーリアで行くか。もうしょうがね、ブーリアしかないよな。いやー、こいつ倒すんならブーリアや。こういったら多分2匹殺し。でもそれ以外ないもんな。シルカトスいるか。HP 何本だ。943か。君のターンが終わって、いや、いけるな。捕まってた。まだ温度。やばい、敵のターンやん。いや、近づいてきてくる。やばい、大丈夫かな。おい、当たんなよバカ野郎。648も食らったじゃねえか、やめろって。危ねえバカ野郎。お前ふざけるな。こんな手がかりで当たるとか、お前スパロボかよ。お前こっちはこんだけ鍛えたんやぞ。めんどくさい作業して。下に腕があった。なんでこのゲーム気分次第で下の方を狙うようになるのかわからん。ライズンは943倒せる。しかし俺はここに打ちたい。だから打てない。なんで。
なんで撃てないんだ。わからん、このゲーム。どうして下に撃てないんだよ。俺はこうやって倒したいんだけど、これだとみんなに当たるから使いたくないの。ここに撃てたら何も問題ないのになんで撃てないんだよ。ここでもいいんか。わかりづらい。わかりづら。3マスやな。これいけんな。わかりにくすぎるやろ。倒した。わからへんやん。何このゲーム。ほんま腐っとんだこのゲーム。腐りすぎでしょこのゲーム。わー、回復するんだ、やめろって。こっちの魔法回数を削られて、これはきつい。ひでえよ。本来なら下の敵にも当てれるつもり、当てれるはずなのに当てれんという敵に有利なシステム、マジやめろ。敵に有利すぎるやろこのシステム。いいだわから。なんでやねん。さっきのあの一発分回復した。これ多分当てれないから、こっちは66番。よしよしよし、倒すね。硬っ。攻撃すると思っただろうな。回復するんだよ。ちょっとだけ削ってきゃ回復魔法をあいつ自分にかけるんちゃうかなという作戦。攻撃式だ。うわ、なんかしかもあれだ、状態異常系だこれ。デコイン、まあ、問題ないな。これは恐怖の魔法を持っとる。当たったらやばいよ。もう立体交差のステージマジ死ねえよ。ほんと作ったやつ死ねえよ。何撃てんねん。おかしいやろこのゲーム。どないなってんねんこのゲームはよ。絶対おかしいやろ。あーだ、攻撃魔法使ってくる。お前槍使ってこいよ。またあるゲームなやつやろこれ。お前橋の下に降りろよ。橋の下から出てくるよ。かたくなに橋の下から出てくるよ。お橋の下が降りるやつなんでやろ。もう気分やろな、このなんか今気分いいから下の橋の下攻撃していいよみたいな。どういうシステムやねん。倒せん。ロックラコインが使えないけど倒せねえな、これ。ボンですしかねえ。
強化するしかないな。コイン強化やるな、これ。コイン育成せなあかんな。ノリウムコイン縛りとかしたら絶対クリできないだろうな。ボンです、ボンです。でしょうかね。前コインに対して全然使ってないはず。全身があった、そして仲間に当たってる。ここの下に落ちてんだけどな、出してくれないんですよね、この世界。当たらん、クソすぎる。あ、じゃないと一旦打ち必要ないな。こっちはこっち、ぜひいけー。ネグは魔法部低いからすごいから。攻撃できんのに行くことあかん。こう打ちたいけど、こう打ったアネゴに当たってしまうというミス。アネゴ回収しようかな。アネゴ下がって邪魔や。アネゴ邪魔、アネゴ邪魔。マジ邪魔だわ。なん仲間、魔法攻撃仲間当たらないよとかできないのかな。改造で。まだ足止め食らってんの、君。使う魔法がないといいか。使えねえ。よっしゃ、チャンス。死ね、これを待ってたんだよ。死ねや。ほら、よーし、3体撃破。もうあと魔法使いだけ。勝ったな。ガハハ、勝ったな。勝ったな、ガハハ。最低のマップやで、ここ。何なのこれみたいな。マジ何なのこれって言いたくなるレベルのクソステージ。クソステージやわ、ほんまに。さあ、問題です。アネグマ攻撃が当てれるかな、この角度。前回当てれんかった記憶があるからな。もう嫌やねんな。これは当たらん気がする。ここから攻撃して当たらんかったら諦めるかもね、あれ。やっぱり、帰れよ。なんてクソ魔法なんだ。あが回復されるやんけ。あ、クソゲ。あー、回復された。
ひでえ。ブーメラン投げ方ちょっと変えてよみたいな。いた。めっちゃ食らう。420くらう。大丈夫、2回くらっても死なないから。何これ。あーポッポなんかあれじゃないの、それでこいのかな。ポンティかい。機関士バカめ。結果的には姉子は役に立っているよりは立ってない。物理攻撃はあれなんだよ、使い物にならないんだよ。あとちょっと虫の息。まあ抵抗よせ。もう抵抗しても無駄だぞ。またブーリアが来てる。はい、勝った。懲役10年ですね。もうすぐ配信で言ったらね、10年間も配信してますよ。こんなこのゲームだけじゃないけど。あー時間かかった。30分かかったぞ。クソスティージすぎる。そしてゴミアイテムをプレゼント。いやー嬉しいしね。もう嫌や。なんやねんこのゲーム。連戦ってお前嘘やろ。もうなんでやねん。アホやろこのゲーム。マジでもうほんまありえんわ。ちょっと、ほんと、ちょっと、なんで連戦になんのよ。もういい加減にしてよ。ありえんわ。俺もう、この、星神が嫌いになる一番の理由、連戦。タクティクスオーガっていう名作があるんですけど、あのゲームは連戦の前にさ、こう連戦ありますよ、行けますかっていう感じで聞いてくるんだって。なんでこれないんだよ。なんで連戦があるんだよ。セーブさせろよマジで。バカだろうこのゲーム。なんなんこのゲーム。ほらそうだけど根も葉もないこと言うなよ。クソゲーすぎ、クソゲーの人生がクソ。やめろよそういうこと。根も葉もないだろう、いい加減しろ。根も葉もあるだろう。ある？嘘や、ふざけんなもう。連戦マップマジ多すぎ。はっきり言って連戦マップ多すぎこのゲーム。セーブさせてくれんし。セーブさせてほしい。一つ。連戦マップは避けたい。もう、連戦マップ多すぎ。うわぁ、この急にマックスなキャラ。人間たちはこんなことをしちゃいけないんだよ。じゃあみんな滅べばいいんだよみたいな。
ぱり現実よりもやっぱり冷静になってほしい。もう早せえよ、このカメラがコロ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 切り替わるのが本当ギャグにしか見えなくなってくる。戦闘中に喋ってよって言いたくなる本当に戦う前になかなかと喋ってもなーって。タクティクスオーガとか FF タクティクス見習えよマジで戦闘中に会話がない名作だからこのクソゲー。あーもうない会話やな。やあやあ我こそはよ戦えやはよ戦えや。お前なんかさっき同じこと話したいか。同じこと言い返してるな。あよ。やっと。レイマリー。と言って剣を持ったが剣は使わないんだな。あー長い会話だった。レイマリー殺してさっさと終わらしたいわ。もう連戦マップ多すぎるよこのゲーム。敵多すぎや。いかがそう思うけど敵多すぎや。でこの BGM ですか。HP 減ったままや。主人公外したいわ。うわあみんな HP 減ったまんまや。連戦あると思わんかったけんな。マジで連戦あると思わんかったよ。近いな敵。敵近っ。なんか変なことが。うわ敵の方が早い。嘘やろ。嘘やろ。レベル 33?31?こっちのレベル高い。なんでこいつらこんなの高いんだよ。どうやったらこんなスーパーユニットできるんだよ。スーパーユニットすぎるでしょ。何があったらこんな強いキャラ作れるの。いってげえだな、ほんと。うわぁ。無切り回避。プラス 20% 魔法で殺すよ。セブンスガードって何?全ステータス以上防ぐ。わすごいボスっぽい。不動の奥義、重量で足腰を鍛える。この不動の奥義が何かな。魔法はしょぼいな。コンティ持ってる。ゼファード打ち放題やん。やべ、魔法使い強いな。弓使いおる。弓使いおる。この弓使いはやばいな。ACS 破壊したり、アクセサリー破壊か。弓使いおる。嫌がらせすぎる。下にもおる。魔法使いがおる。ヒュー。三体もいる。もう防具破壊するとかある。もう敵すぎ。こんなん作れんから。
何これ、消費30で100とか強すぎでしょ。あー、魔法防御300もある。こいつは大したことない、まだ。うわー、こいつはあれか。うわー、こいつはやばいな、絶対倒せんよ。なんでこいつ適当なの、エマの魔法しか作れないんだろうな。やばすぎやろこれ。こいつやばすぎ。 CF 攻撃254、化け物か。なんでこんなにモブが強いんだよこのゲームは。よ、260とか260か。こっちの一番魔法の得意なキャラより高いんだけど、ふざけてんの。魔法防御300ってやばいな、全然効かないぞ。はぁ、面白くなってきましたね、このゲーム。もう嫌になってきた。いやー、これほんとひどいね。大丈夫。これが連戦じゃなかったらもう全然気が楽なんだけど、これが連戦だからな、やられたらまたさっきのステージだもんな。やだやだ。敵素早い。こいつはあんまり見ない。こいつはどうせどうでもいいな、どうせ攻撃させる前に倒せばいいし。こいつら、ふぅHP4000 ってやばくない？ HP4000 って HP4000 ってやばいやろ。どうやってそんな化け物ユニットになるんですか。 HP4000 すげえな。何やったんそこまでのいるの。 HP コイン使い多すぎ的。まず HP 減ってるところからスタートするぜ、ね、卑怯。使いさせろや。連戦も多いな。回復魔法も常に作らなあかんな、こりゃ。コイン回復するのはせめてもの救いだよね。これでコイン回復しないゲームだったら、まあ、マジで最強のゲームだったよ。絶対にクリアできん。もっとコインを強化してから行こう。ってなるから、ね、この製品はかなり強力なコインだ。いつまでこんな低いコイン拾ったんだろうみたいな。最初は一斉にやけど、ね、コインが使えなくてきてからやばいって。くそ、コインの残高がついたかみたいな感じになるとやばい。
制攻撃、魔法の洪水だ。まだ死なねえ。あいつえらい硬いな。負けられない戦いやで、これは。さすがに死ぬやろ。処分魔法で倒そう。よし、順調順調。下の攻撃使いは無視した。なるべく シーファトスだけ釣れたらいいんだろうな。そんな甘くないんだろうけど。もう来るんかい。よっしゃ、来るんか、来るんか。来た、主人公硬い、大丈夫。硬い主人公。もう来るんやな、早いな。当たった。意外。なんだよ、当たるな。魔法みたいにうちで倒すか。死ねー。超奥義ブリア、超絶破壊魔法や。やったぜ。強っ、さすが。来いよ。来た、バカめ。あとは勝ったな、これ。この勝負俺の勝ちだ。この勝負俺の勝ち。この勝負俺の勝ち。多分一斉攻撃しかない。問題はあの下のコイン軍団がどういう行動するかやねんな。コインマンがどういう行動するかで勝敗は決まってくる。きたー。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、やばくないこれ。死なないよね。主人公死ぬなよ。弱い弱い、400なら大丈夫。問題なし。問題なし。問題なし、問題なし。この2人だけ当たるときは。ライクルならまあ、これより上の魔法が飛んできて死ぬけどな。撃ってくるか。あ、撃ってこない。
朝歩いたらこの中央線多分当たらない。レーパーちょっと待って、全否定するんやめろマジ。レーパーはあかんやろ、レーパーは当たらんやん。まあ思っ予想通りだけどさ、当たらんやんいやーほんま物理攻撃って死ねって言われてる感じやな。お前物理攻撃使ってるの死ねよみたいな感じだね。レイマリーの前後に動けるようにしていきたい。リンゴになってきた。役に立たなきゃ逃げろ。納金は役に立たない、死ね。納金は役に立たない、死ね。バカだなお前ら。ベストポジション、デコインやめてよ、デコイン。デコインか、やめて、デコイン以外だったらいいよ。ポンティかよ、やめだって、それも。あ、やばい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 。直せるか。あいつのターンはどっちだ。あ、いけるいける、回ってけへんわ、あいつ。勝った。勝ったな。勝った。バカめ。謝ったしねえ。ちょっと待ってね。どのからおよそ200点し、型691しかいかん、マジ2発撃てたらよかったけど、これやばいぞ、これご利用しないぞ、これやばくね、倒せなくね、下の方に渡るみたいな下の方に渡るみたい。これで600ってやばくない。あ、グレースは撃ってもしょうがないし、タイチしかいかん。勝った何こいつ超硬いんだけど、勝てー、やばいな、これちょっと回ってくるじゃん、勝ってねーお前が持ってる、今前を当たってくれ、治って治って治って、混乱治って、治れ混乱治れ、よし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 、神神治り、やるしかねえんだよ。次やお前、 HP 多すぎ、しかも攻撃が当たらんし、どうしようね。うわー、コイン使いまでも取るもんな、やばいな、これダメか。回復魔法持ってるやつか、ギュワー持ってる、こいつら当たってね、ふざけんな、卑怯だろう。でもこいつら回復魔法持ってないから強いし、前回復魔法持ってたから、リーマリーの次のターン回ってくるの遅いから、リーマリーこいつが一回崩されるみたいな、デコインがあればいいんだけど、そして俺は強力な魔法をもう使い切っちゃってる、くそ170全然いかんなそう、硬すぎやろお前、くそ
とぜひ残しておきたいな。できたら完璧だけどな。ゼフィンがあったら勝ててた。そう。ゼフィンがあったら絶対勝てたわ。使っちゃったからな。手前の4体で確実に勝利してた。あとちょっと。あとちょっと。消すに切れんかったら9発でどんだけ怪我するかと思うと怖い。お前のターンどこや。ギョア回復される。こいつは持ってるけどこいつは多分回ってくるかもしれないから回復すんだよ。自分回復する。あ、攻撃してきた。バカめアホが。アホで助かるわ。勝ったら AI がアホじゃないと勝負ならんこの。あとは俺のターンが回ってきたら俺の勝ち。何事もないなければ攻撃魔法やな。オッケーオッケー。しない勝った。本当役に立たないね主人公。何のためにいるかわからんもん。はや主人公ウルステントとかいうやつ。後半以外はねほぼ全員に当たるとか。ああ、その方が助かる。当たらんもんな、もう。0%って。しかも当たっても全然いかんし。どんだけ攻撃魔法、けどあれなのみたいな。物理変調すぎでしょ、これ。あ、じゃあ物理じゃ魔法変調すぎでしょ、いくらなんでも。レイマリンに回ってきたらもう絶望なんだけどな。やばいな、回ってくるじゃん、レイマリン。大丈夫か、これ。お前で倒せなかったら終わりだぞ、マジで。やべえ、倒せなさそう。倒せなさそうなんだが。やべえ、全然いかんもんな、これ。あと100くらいでしょ、あと200くらいか。よし、いける。勝った。あ、いやいや、大丈夫これ。厳しくない188しかいかなかったんだけど。よし、レベルアップした。これはでかい。230。やばい。あ、いける。いや、これ2発ある電子、こっち打たなあかんもんな。これで倒せんかったら全部俺の負けや。でも倒せる。230いくやろ。死ねえ。やったー、勝ったー。やった、雑魚が。余裕でした。決定ゲーム。コイン鍛えんと無理や。もう危ねえ。あ、いや、このさっきのこのターン倒すなら絶対やられてたし、相手が回復魔法つけてたら間違いなく負けてたぞこれ。ひでえゲーム。やったぜ。死んだか。今に死んだわ。装備くれ。剣使ってねえんだな。マリーが死ぬシーンだったらティーンも出せよな。だから生きたけど盛り上がらねえな。もうまた人間は赤よ。ある人物
って誰？教えてくれないやつ。やっと死んだか。こっちルート行ったのにレイマリー殺しちゃったとか知らんよ。だってあいつ瀕死になっても命乞いしないし。こっちルートってなんだよ、どっちルートやねん、知らん。仲間なるかもしれんけどこんなやついらん。ゴメスと一緒の枠や。知らん、いらん。知らん、いらん、めんどい。仲間なら赤いやつは仲間ならんねん。仲間なるかもしれませんとか言われても知らん。説得できるかもしれんけど知らん。ハゲが悪い。あいつがブラックソーンやね、間違いない。俺の予想やけど、このブラックソーンってやつの中身が、バダかベダか知らんけど、そんなやつだと思う。ね、伝説上のなんとかさんみたいなやつ。絶対そうやから。このブラックソーンってやつの中身ね。間違いない。帝国軍強すぎる。ならん。ビラ、あれ？ビラ中身おるやん。あれ？ビラだったっけな。なんか伝説上の人物みたいなやつが、あいつの中身かなと思った。第一の実際、これ偽物のやつやね。偽物のやつって言ってたな。ついにブラックソーンが来るのか。来た、ブラックソーン来た。ブラックソーンには気をつけろとか言ってたけど、でかいなこいつ。ブラックソーンでかっ。ソンティ大地でまた会おう。ビラなんだよ、ビラがあいつの中身かと思ったらちゃうやん。こいつラスボス？強く儚き者へ。ビラってやつがラスボス説あるで、これ。ビララスボスかな？でも小物っぽいからブラックソーンラスボス説もいけな。あ、もう速攻やん。あ、この塔、久しぶり。あー、大変だったわ。連戦しやがって、ほんま死ねって思ったわ。セーブセーブ。1にも2にもセーブですよ、セーブ。またレベル上げせやがんじゃん、どうせ。敵の次のレベル何歩ぐらいかな。あー、1時間20分も戦った。ほんとひどい。コイン鍛えなあかんわ。もう、コイン鍛えなあかんわ。絶対この星神定価で買ったら消えてるレベルのクソゲーやで。お前敵がすごい強い装備持ってるくせにこっちちっとも強い武器に入らないじゃないか。いい匂いにしてくださいよ。
YouTube にしてくれよ。こっちはロブな装備がないんだぞ。敵なんか俺の持ってない装備いっぱい持ってるからな、ほんと腹立ってくる。高っ。混乱なおさえでも高っ。高すぎるやろ。ほんと敵にいいもん持っとるからな。おっ、高く売れる。うろ。混乱海外でも高すぎる。2000円って。いらんわ。高すぎるわ。新しいも売ってないの。お、マジでグルネード売ってる。グレイス。やべえ、めちゃんこ強い魔法になってる。なるほど。こういう時代が来てしまったんか。キュアズ。あ、キュアレの範囲回復がある。ほほう。攻撃不能状態にする。一見すると使えるけど、こんな魔法はねあんまり使えない。これデコニンが欲しいって伝わってそうやったな。攻撃できなくなるってのは地味にでかいな。これ弓使いに当てたらちょっと安全でも、治るタイミングが分かんねえからな。全然いきなり治ったりするし。はあ、コインが強くなってきてるな。あ、赤のもん売ってる、やってる。やった。もうコーヒーに鍛えてくださいって言ってるようなもんやな、これ。コインを鍛えろっていう、あれをこう、案にこう、示してるよ、これは。こんなんコイン鍛えろ言うてるようなもんや。金はかけてコイン鍛えろ。それがお前のクリアする唯一の道や。コインなしでクリアとか無理だろ。ああ、かなあかんな。グルネドでええやんな。グルネドガンガン買って。ああ、ついにレベル3魔法が主力になってくるのか。恐ろしい世界。恐ろしきゃ、この世界。恐ろしか世界ね。これはやっぱアムよろしかな。火力が低すぎるアムじゃないと。前列だと火力がなくて。あれ、エマになれない。あ、アムになれない。なんでなれないんだ。わかんないな。ゴートカシス。まあ何言ったらゴートやろな。ゴートに行くんだったらぶっちゃけそんな変わらないんだよな。じゃあゼネスでいっか。よくわかんない。いっか、これでゼネスでいいよ。ようわからんし。ヘルパー見てみよう。レベル。敵の傭兵とかすっごく敵の兵士すっごい強いのにな。敵の兵士説得してはほんと。タクティクスオーガみたいに。またタクティクスオーガか。あー、コインを強化していくしかねえんだよな。売ってこう、いらんやつ。今日あれもういらん。
ついでにもうゼフィンはとにかくこのゼファードあたりもういらない。レベル2の魔法いらん。レベル2の魔法は全部売る。キュアレもいらん。時代が変わったのだよ。レベル2の魔法はいらんとな。レベル3の魔法はまだ使う。いやいやわ、絶対言うてまうし、そんな無理ですよ。無理無理。キュアレもいらない。なんでよ。はい。こんなもんか。よし。町へ行って新しいコインを買うぞ。悲しいよな。今まで育成してきたコインが全部お払い箱になっていくっていう恐ろしい世界やで。ありがとう。使ったよ、君たち。もう、ブリザラとかで勝負ならんのですよ。せめてブリザが。あれは全部いらない。キュアもいらない。キュアズもいらない。オーケー、ディテインディバインだね。マジすげえなこれ。よし、買うぞ。この魔法はいらんかな。ライズ、ゼフィン、グレン、グルネオ。範囲回復できるキュアレ。キュアズよりキュアレの方がいいよな。7つ届ください。でこんなもんかな。とりあえずもっと買う必要あるけど、とりあえずこんだけ買っとこう。新しいコインが手に入ったらコインは買えるものですよ。キュアレと、ディフィンディーかな。キュアレとグルネード。キュアレ、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 キュアレ。ボミスいらん、邪魔。ジャフィーズのキュアレ。開いてほしい。開いてほしいです。なんで順番変えられへんねんな。ディテインとディバインでいいかな、あとは。ジャクリンどうせ魔法使わないしな。よし。んで、シューカポスに。ライズンとゼフィン。エレナに、ブレン。ブレン二つあるな。ブレンでかぶっちゃったなぁ。ブレンやたらとみんな使うな。ルーネットと交換しよう。あとはレイヤーに1個かなぁ、なんのか。ゼフィン系、雷と風が少ないな。あと爆発。雷が、ちょっと脳筋2人魔法使い5人というパーティーでバランスやな。脳筋もまあ脳筋以外もちょっとできるやけど、ライズも別にやるよ。
みんな同じ魔法属性だと危ない気がするから、なんとなくみんな3色にしてる。レベル差またできてしまったな。30の金はどうしてもレベルが上がりにくい。CF 重視よりダメージアップが欲しいな。考えましょう。デコイン防御。デコイン防御の方があれかな。ダメージ欲しい。こっちにしよう。今は欲しい。こいつ全部いいの。守り系が一番やな。ちょっと次のステージちょっと見ていいかな。敵のレベルがどのぐらい高いかちょっと見ておきたい。俺の予想は34レベルぐらいあると思うんですよ。感じね。予想。コインの育成とレベル上げとするけど、真面目に戦ってられん。こっちも超強力な魔法で戦うしかねえ。5章ですよ、5章。もうかなり進めたね。ブラックソーンですよ、あれ。戦いだよ。襲ってないっすよ。そうや、あの小ズルイさんとかおったやん、ブソリだったかするけど、あいつらいなくなったね。いつもの音楽やな。敵みんな岸か、うんちん坊や。相変わらず弱くて使い道ない、うんちん坊や。使い道がないキャラ。しかし外せない、出しゃばりだからな。出しゃばりゆえに外すことができない。敵のレベル見て退散するか俺は。うんち坊や。俺がうんちみたいじゃないか。やめろ、うんち漏らしてねえわ。レベルは？あ、さっきレベル意外と低いな。なんだ、意外と低いじゃん。いけるんじゃん。うわ！お前せ、ちょ、お前、なにこいつ。いやー、納金かなと思ったらめっちゃ魔法使ってくるやん。魔法自体はそうでもないけど。魔法使おるやんけ。デザートシャムとか持ってないんだけど。レベル32度は比較的優しい。低いと思ってしまったわ。低いと思ってしまうという恐怖。敵や、あれやな。うわぁ、強いなぁ、このロイとか。そろそろグリアガじゃない？全然先まだ続きそうなんですけど。だから俺の持ってない、でもみんな持ってんだよなぁ、こいつら。持ってないんだよ。うひひ、うひひ。HP5500 万。はぁ、あ、なにこれ、アバンとか使ってくる。いい出た。武器破壊。最小の武器を破壊しても、そんなこれ強くないや。射程が長いだけや。やめてよー、こんなん無理やって。回復持ってるやん、倒せるわけないやん。1人の HP を完全に回復。あー、きついな、きついな。これはコイン強化するしかないんやけどさ、こっちがやる方法は。うわー、あかん、心折れる。一匹一匹がこっちより強いのに。
体一体がこっちより強いというのに。プリキュア全回復とか持ったらあかんでしょ。プリキュア HP5000 もあるんだね。5000って削れるわけないで。うわーひでえな。何この相手。うわ強い攻撃で自分もある。装備品を持ってくれるわ。こっちもすごいな。全然装備品を壊すことは不可能みたいな何も効かん。不動の奥義ってさ、鉄ゲタつけてた時に発生するけどさ、セッション全否定やめろや。シュート防ぐってセッションできないじゃん。あーやめたい。もうやめたいわ、これ。死んだいわ、このゲーム。めっちゃおもんないわ。絶対強いやん、もう。敵のデータ見たらもうなんか、こっちにしらけてくる、もう。敵のステータス見たらしらけるゲームやで、これ、マジで。強すぎるんですけど。HP がまず多すぎる。こっち 1000?こっちだって2000ないのに相手5000とかあるんですけど。いやー、ラスボスとか HP 何もあるんだろうな。4万くらいあるんかな。4万は言い過ぎか、2万くらい。もしくはこのゲーム HP が4桁までしか表示されんから9999で、イカで吐くみたいな。仲間入らんかな。今やめたら即でゲーム終了ですよ。やめたいわ、マジで。リライトもせなあかんし、リライトもせなあかんし、コインも強化せなあかんし、つらい。久々にこう、コイン強化をね、後回しにしてたから、そのあれが来たよ。うわぁ、めんどくさ。いきなりなんかこうガインって何？強いけど。やった、グルネードがガインになったぜ、イエーイ。問題はこれ鍛えたらか分からへんな。金属製の魔法でしょ。ガルムガルムは強い。なんか聞いたことあるけどな、あんたっけ。あ、来た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 。これでいけるな。炎疾風でいける。暴発作成だとたまに悪くなるからな。星神様にお祈りしとけ。来た来た来た。これでもこれは強い。よし、早速セーブしよう。強いコインが出来上がったぜ。イエーイ。暴発が成功したパターンや。とりあえず近くの塔が近いところに行って、近いところに行きましょう。よいしょ。レベルマックスのコインがまた1個できた。ラッキー。ラッキー。セーブだって結構作れるんやなとか思って。ちょっと待ってよ、いろんな組み合わせしてすごいいいパターン探すから。今から最近塔登ってないからろくにあれがないんだよね。必殺俺テキスト、俺のテキスト来た。これさっきメモっとってよかったな。
炎と疾風だった気がする。炎プラス疾風。でもこれ以外にもあるんよ、絶対なんか。なんかあるんだって。射程が伸びるとかさ、あるんやって。わからんけど探す。これじゃない。どこかにあるんだよ、すごいいいパターンが。射程が伸びたりとかするやつで。全部のコイン集めた方がいいな。職員が全然足りてねえ。6つ。氷なんか5つしかないな。雷も6つ。6つずつぐらいしかないんだよな。上から順番に行ってみる。炎の精でもいけるよな。あ、精があれやな。違う、これだ。関係ない。素晴らしいパターンがあるはずなんで。作業。あ、次だ。次は次だ。深海戦術。剣炎は素晴らしいパターンではないのか。剣炎。いや、ないよ。あのね、出ない。あのね、そういうパターンはあるけど、この属性とは合わん。剣炎とかで合うやつもあると思うけど、ちょっと待ってよ。グレイスの一例で、壁風となんとかっていうのがあるから、そこら辺で切るか。壁風と勝つ。違う。とりあえず1個ずつ探すわ。必殺や、このクソ作業していくよ俺は。あるんやって、なんかすごいいいパターンが。射程が伸びたりとか。違う、これはあれと一緒や。ないなぁ、どこだろう。全組み合わせのうち5パターンぐらいしかない。マジで。じゃあ全部揃ってないうちにやるべきではないのかな。ただ以前みたいにパパパパパパッと倒せないからな。ガルムガルド、5人の目視が、ああどうも分かりました。あれね、あのゲームね、春の牽制か。分かんなかったよ。ガルムガルドさん、ネタになんかすごいかませギャラにされてたやつや。作者的にかませにされてましたよ。かわいそう。実際あのキャラ好きやったのにって書いて、嘘やけど。嘘ですけど、まあ嘘なんですけど、みたいなね。あ、これ正か。
属性じゃない。ここから行ってみる場合で水属性じゃないと見た。意外といいな。もうクリアするにはそういう組み合わせを見つけるしかあらへん。春剣の用語集ちょっとおかしいね。春剣星の作者か、すごいかな。ツイッターとかしてるから見つかるよ。しまった、気づかれたみたいな。いやーってない。修行僧になるのか、それだけは避けたい。ないぞないな。なさそうやな。持ってないやつかもしれんな。売ってないで困るんやけど。フラドさんはそういうキャラやからな。体でこうやってるんですよ。おきゃ、あった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 でー、見っけたー。見つけた。時間かかったわ。ガインは、雷鳴と激風で、見ろこのあれを、プラジュープラプラジュマイナゴマイナゴの000のプラジューですよ。これ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 見たか、これだよ。ただ雷鳴は打ってるけど激風は打ってないって。これこれ見てくださいよ、これ馬力が違うってね。来たこれ、やっと見つけた。すっげえ時間かかったぞ。これ全然あれが違うからな。わっわっわっ、育成とはこうするのだよ。まあ、これは簡単にあげれるから。あ、さ、後にしたらよかったかな。先にレンジとかあげたらよかったかな。これ、あげ方わかんねえけどさ、そら、これ上がるんよ、こうやって。ん？簡単に8割だ。で、ガイ。で、さっき言った炎と、え、なんだっけ、思ってたかな。炎と疾風。いやいや、これでもう威力はマックス、射程マックス。あのね、あ、下げにくいのはあれなんで、雷鳴で引く。
ここの CCP と CC が減らしにくいんですよ、すごく。バグゲーのデバッグみたいな。ほら、雷鳴を打ってるからいいわ。壁風のパターンがまだあるかもしれない。壁風もっと欲しい。撃ってたら楽勝なんやけど、あー撃ってへんわ。クソが撃っとけよバカ野郎、このクソゲ。撃ってたらもっと俺楽だったのに。もうはい、クイーン、クイーンでね、片手でクイーンで、ね、片手クイーンゲーできてたのにな。え、このゲームクイーン振り回したらプレイできるんでしょみたいな。クイーンゲーだったのにな、クソ。まだ上がるの威力、嘘、すごいな、これ。壁風と、はい、まだ、ああ、195が満タンだ。凄まじい威力だな。塔登って、鍛えるか、手に入れるか、って感じなんだろうな。よし。超強い。見たか、これが最強のコインだ。僕が考えた最強のコインだ。コインは エレナはエレナのブーリアに対して、あ、田所のガインや田所臭そうみたいなガイン臭そうって、ね、臭そうじゃなくて臭いって、ね、バグゲーのデバッグみたいなことじゃない。ちゃうちゃうちゃう、これを全部見つけていこう。最強魔法ランクはそれを見つけてガンガン作っていくしかない。最強魔法だけでいい。もうその前の、まあ、レベル3の魔法でいいパターン見つけてもどうでもいいから、最強魔法にしてから探そう、うん、これ消しとこう。ガインとかもいらないから、あ、ガイン以外いらないから、一番強い魔法以外の組み合わせいらないから、もう、うん、もういらないんだ。最強魔法をがっつり作っていくしかないっていうクソゲーいやーひどい。最強のコインを作るしかねえ。もうね、ブリザガじゃ、ブリザガとかファイガじゃ勝てねえんだよ。まあ、ついでに言うとな、あの、コイン売っていきます。ね、正のコインじゃないから。バックエムや。このコインとかは簡単に作れるから。いや、待てよ。さっき、壁風の範囲、壁風はランク、壁風はランク3か。ランク3のコインと、ランク、さっきの疾風とかやけど、ランク6か。3と6を当てたらいけるっぽいから、それ以外はいらん。そういうことやろ。多分。もうないか。次またもう一個ちょっと作りたいな。地属性は雷鳴と壁風だったら、ちょっと待ってよ。法則を見るんだ。法則を見つけろ。雷鳴、壁風、最強がね。だから、壁風を使ってるパターン、だから、風のパターン、わかんないな、これ。炎とかあるか、まあいいや。久しぶりにクイーン強化ですよ。まあこんなもんだろうが出るからほんまムカつくけどやってて、まあこんなもんが出んかったら結構余計ないけど出やがるから、塔登ってクイーン集めるのもせないかんけど、今金があるうちに鍛えていきたい。これのいいところはあんまり金がかからんねん、このやり方。特殊育成みたいなの、とりあえずセーブしとこう。わからないでくるからセーブしとこう。セーブ、次何鍛えるかって見とかんとね。次は炎かな。炎か風のマックス魔法作ろう。水もあるけど、水は作り方がわからんから。あ、
とりあえず何でもいいけん、雷でも何でもいいけん作ろう。あ、これもう、ま、これでこれ使えてもいいんだよ。まあ、まだ使えるしな。ライズンあたりかな。これ使えてやろう。だからなんで？あ、読むか。びっくりした。あ、変わった。グレーになった。まあいいよ。結果オーライ、結果オーライ。ちょっと、結果オーライやけど、ちょっと違うんよ。ちょっと違うんだなぁ。ライダー、雷の魔法が1個減った。またライズン買わなあかんやん。まあ、ええわ。突然変異起こった。まあ、突然変異で上のランクになるんだったら許すよ。それ以外にやったらリセットやけど。さあ炎は何で息をつけるかな。土と疾風でできてるから土と壁風でいけんちゃうかな。ちょっと俺の予想、土系のやつ、大地と壁風とかでいけんかな。ダメです。じゃあさっきの雷鳴疾風とか雷鳴壁風できたりしてな。ダメか。また探さなきゃいけないのか。多分ね、ここら辺からなんだよ。グレンと起爆あたりだね。起爆と大地とかはダメか。あった。カッチと氷塊でできるわ。簡単だった。見ろこのゲームの。なんていうのかわからんけど、カッチ？プラス氷塊。カッチが全然ないんだよな。他にパターンがあったらいいんだけどな。多分なさそう。ガイン、ブレン、そのブレンちょっと見とこう。多分これは雷鳴は絶対雷鳴でなんかやと思う。雷鳴壁風や。一発やん。一緒やん、ブレンとあれ。マジかよ、一緒。雷鳴壁風一緒や。ってことはあれか、あとなんかなかったっけ。ブレンだろ、ゼフィンは3レベルだったっけ。ライズンとゼフィンの上のパターンがあったと。爆発か。ここら辺も欲しいな。風の最強まで1個も作ってないんだ俺。風魔法全然期待してない。しまった、このパターンは悪いパターンやろ。
氷氷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 ファーク、これがあるけんこのゲーム嫌いよ。もうね、ほんとこの要素いらない。この要素のせいでコイン育成するのがムカついて萎えるんだよ。ほんといらねえシステムだけはてんこ盛りだよな。誰が得すんねんこんな、嫌がらせしかないやん。もうムカついてしょうがない。いらんわ、こんなシステム。こんなものって、ほんまひどいわ。萎えるわ。もう、もうがつくこのクソゲー、うーん、めちゃくちゃムカつく。あー、いやいやする。この要素に何の意味があるのかと。あー、もういやいやするわ、ほんまばっかだわ。もう嫌や。この、こんね、なんていうの？合体事故マジクソ、死ね。合体事故いらねえだろ。
もう嫌やこのゲーム、マジで嫌や。ふざけんなよ、悔やんでねえよ。何合体ミスばっかすんだよ、もう。ほんまこの要素だけ消してほしいわ。この要素だけはマジおみ、マジ消したい。このゲームの一番消したいシステムだわ。ほんまクソ。イライラするわ。ほっかこのゲーム。コインゲーのくせに前コイン強化してたらね、あれすんのマジやめろ。時間設定はあっとんやな。なるほどな。神ゲーメガテンのディスクだろ、もっと評価しよう。しねえよ、こんなクソゲー。もう一気に慣れたわ、もう。何回も何回もミスってると本当に、さっきから俺作るとしたら全部作れなかったからな。違うコインになって、あ、これいいから、このコインいいから使おうかなとか言ってさ、やっただけであって、基本全部失敗してるからね。やばすぎる。どんだけ失敗すんねん。確率 0.01% ぐらいしてくれよ、せめて。頻繁にコイン事故するやんけ。ほんまにガデイラの鍛冶屋もびっくりなぐらいミスるやん。もう嫌やわ、このゲーム。違うゲーム探そう、もう。もう今日もやる気失せたわ、もう。このゲーム、マジで。はぁ、イラッとくるからな。びっくりするぐらいイラッとくるで。やったことない人はわからんかもしれん。やってる人間はわかるで。めっちゃムカつくから。なんかね、どうしようかな。もう終わろっか、今日はしんどいし。終わろ。終わろ、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 終わり、終わり。もうめんどくさい。配信終わり。配信終了します。リスナーの皆さん、お疲れ様でした。コイン強化中のコイン変化は、マジで。マジでクソゲーすぎて、用語は許さん。ほんま萎えるからな、めっちゃ萎える。いやー、なかったら俺の評価はさ20点ぐらい上がるよ。ほんまクソゲー要素しかないやん、このゲーム。もういやもう、ほんまいやもう、ほんまにクソすぎるわ、もう。絶対もう嫌やわ。配信やから絶対やらへんわ。配信でもやりたくないわ、もう。はぁ。ゲームの難しさもむちゃくちゃやけど、コインの変化はほんまクソ。このコイン変化させるシステム作ったやつが目の前だと絶対にこう、あれやで、許さへん。もうほんまに。マジであの、いや、もう疲れた。明日配信しないと思うよ、こんなん。もう嫌だ。もう星神やめたい。楽しくねえよ。イライラしかしねえよ、こいつ。コイン鍛えなきゃ勝てないのに、コイン育成中に変化するんだ、もう。本当にもうね、ひどい。